さて今日は教えの願いのお話をしましょう。遠い遠い空の上、その遥か遥か彼方に星たちの住む国があるそうです。星の国の宮殿にはみんなの願いを叶える力を持ったスターの杖という宝物があり、ありがたい七人の星の精たちによって大切に大切に守られていると言います。そして親、誰です？変なものを貼り付けたのは。はーい、我が輩です。がーはっはっはっは、憎きマリオをやっつけるためスターの杖を我が輩がいただくのだ。やれカメックババ。うわ、破壊光線、あらら、そんな、早速机を使わせてもらおうか。ああ、おやめなさいクッパ。話をか、あ、勝手に変えないで。いや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 、うまくいきましたわい。うははは、は当然だ。なんということでしょうか。クッパによって七人のお星様たちが連れ去られてしまったのです。若子がみんなの願いを届けに来ましたが、もう願いは叶わなくなってしまいました。一体どうしたらいいのでしょう。テレッテンテレンテ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 レッテテレン。はい、皆さんいらっしゃいませ。今回はね、マリオストーリーをやっていこうかなと思います。さあ行くぞマリオ、大冒険の時間だ。あのね、本当にだいぶ昔にね、一回やったんですけど、ちょっとね、まあ、本当にね、本当に、64時代の時に一回やったんですけど、もう全然覚えてないからね、もう初見と言っても近いかもしれない。まあ、ここはやっぱね、もう、おなじみのマリオでいいよね。さあ、始めていこう。大冒険。郵便でーす。あ、スネオ。いやールイージかわいい。兄さんって、兄さん、ピーチ姫から手紙が来たよ。あ、なんだって。別のキャラ出てこなかった。読んでみるね。なになに。今日お城でパーティーがあります。マリオとルイージとリズミンもぜひ来てください。遠い町からのお客様も二人にとっても会いたがっています。リズミンも来てね。美味しいお菓子とご馳走をたくさん作って待ってます。ピーチ姫より。ご馳走だって。はいや、土管で一発や。はいや、ちょっとした冒険ないのね。まあ、ありがたいけど、すぐついてついてくれるのはありがたい。もう一直線だね、偉いわ。もう一直線で言ってんの偉いわ。ごちそうが待ってるんだ。それは一直線だろう。いつ来ても立派なお城だね。お客さんもたくさん来てるみたいだし。あ、もう操作できるの。お、操作できる。あ、操作できるわ。やらバディ、お客様は遠いところからいらっしゃってる、多いですよ。行ったことない街ではなんでしょう。聞いてていかがですか。ちゃんと言えてる。言ってないですね。うるせえわって。ルイージと話してる。マリオさん、お元気そうで何よりです。パーティーを楽しんでってくださいね。おお、かっこいい。キノコよ、ようこそいらっしゃいました。マリオさん、ごちそういっぱい食べられるのにお腹すかしますが、僕はごちそう食べすぎてお腹いっぱいになったのでここで休んでるんです。さあ、一休みしたらお腹すかしたらまた食べに行きますよ。そんなにいっぱいあるんかい。いや、
こんにちは、マリオ。こちらのお客様は、キタピオ、キノピオじゃないんかいって。寒い寒い地方がとっても遠いところにはるばる来れたんだよ。声カスカスやな。ひじめって噂通りの優しくて素晴らしいお店さんです。ご挨拶に来た会がありました。狙ってんじゃないだろうな。 PC 名は俺のもんだぞって。マリオさんもぜひ一度寒い寒い地方に遊びに来てくださいね。もう行ける？開かないようだ。開けてくれよ。あ、いけんじゃん。どうしたどうした。あらあら、マリオちゃん、こんにちは。私はキャッシー。お料理大好きなのよ。今日のパーティーのごちそうに腕を振るって作ったが特に美味しくできたよ。あら、まあ春季好きだって材料が足りなくなっちゃったわ。いっとりで。僕はお料理練習中です。料理してるように見えないけど、早くキャッシーさんみたいに美味しいお菓子やごちそうを作れるようになりたいな。マリオさん習ってみます。お料理って面白いですよ。習ってみようかな。乗っちゃっていいの？にしてもあれだね、あんだけごちそうやなんかお菓子作ってるって言わない二人しかいねえんだな。教えてくださいよ料理。あ、戻ろ。おお、女の子二人いるじゃないか。ナンパしようぜマリオ。いいね。まあまあ、ようこそマリオさん。この前のパーティーは本当に助かった。この前のパーティー、マリオ抜け駆けするなよ。そうそう、PC は待っておられましたよ。一部が朝からマリオさんたちがいらっしゃるのを楽しみにしておられましたよ。ずっとそうそうそうして、クスクス、ピジーメたら、ピジーメ確実に言われてるぞ。こっちは会えるのかな。開かないんかーいって。じゃあルイジ行くぞ。ピジーメに会ってきたらどうだい。僕は後から行くからさ、本当にだな。あ、教えてくれんだね、ありがとう。はあ、行くか。でもこうやってこっちとは何もないのか。あ、でもペンギンちゃんいるじゃん。いや、お城って本当にいいものですね。できればキノコ城にずーっと住んでいたいですよ。居候する気？ダメだよ。ビジメならついさっき奥の部屋に行かれましたよ。ちょっとお疲れになられたんでしょう。待ってて、いそしのビジメ、今行くからね。マリオ殿、私はキノコ城の大臣です。マリオ殿がいる限りキノコワールドは絶対安全楽しいものでした。本当かい？そう言えんのか？本当にそう思ってるか？本当にそう思ってるか？圧がすごいですぞマリオ殿。おお、砂漠の街カラカラタウンからやってきました。あなたの喉カラカラですね。うるさいわって。この城なかなか素敵です。涼しくて居心地がいいです。お美しい PGM とお話できて私もとっても幸せです。カラカタオに帰ったらみんなに自慢します。泉に会えたって自慢してくれ。ちょっと声がおかしかったです。俺は中さん、カラカラ砂漠からやってきた。この町の連中は中だけに、中さんだけに連中って。寒、みんないいやつばっかりだ。俺の心のふるさとに決定いい。寒、おーケーキやショートケーキ食いたい。戻すなよマリオ、病気よくないぞ。ビジメってどな、ビジメってどなたか素敵な、今はなかったことにしよう。ビジメってどなたか好きな人がいるんでしょうか。それはもちろんイズミンでしょう。前田ビジメと冒険したからね。何、抜け駆けは許さないぞって。ボッコボコにしてやるイズミンって。ちょっと聞かなかったこっちがマリオ。今日のお客様はカラカラタウンのお客様とサムジャム地方のお客様とノコノコ村のお客様と、あー、ややこしい、おばけですよ、本当だ。ところであなたはどちらから。あれ、マリオさん、失礼しました。どうやらボコられたいようだなって。怖いぞマリオ。こんにちはマリオさん、私ファッションにはかなりうさようなんですけど。本当に？そのファッション素敵ですね。
とってもよくね。いや、ありがとうございます。ほほう、いつめいマリオ。急に自己紹介すんな。タムサ村村代表して村長の私が来ました。あ、村長、帽子かわいいっすね。はっ、もうこんな時間、そろそろ北ピアさんと、やべ、キノピオの声になってる。お土産買いに行かねば。お土産だと俺にもくれ。キノコタウンのお隣の村、のこのこ村から来たんだ。 PC 姫ととっても楽しくお話ができたんだよ。いい人だな PC 姫って。ハートつけんな。入れないのそこ。あ、ここは PC 姫のお部屋です。でもここには今はいらっしゃいませんよ。あ、マリオだから入るんだろう。俺とマリオだぞ。入れてくれよ。え、ダメですダメです。勝手にお部屋に入るなんて失礼でしょ。マリオさん、なんだと。入ってはいけませんって。ダメったらダメです。ダメか、ケチ。コップでか。入れる？ダメか。開かないか。厳重ロックですな。僕は見習いです。見習いの一人大丈夫。朝からお客様がいっぱいでとっても緊張しています。ドキ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 、胸がドキ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 。もう一人いないの、ここに。と急に静かになったな。君は見張らなくていいの。この辺りはお客さんがいらっしゃらないから静かですね。落ち着きます。あいつ騒がしいって。お、暗くなってってると。キノコのマークついてる、かわいい。お、ここにもいるやん。いじめでしたら少し前に奥の部屋に行かれました。入っていいのかい。おお、綺麗と思ったけど森しかねえな。森っていうのかな、森林しかねえな。おお、なんだ、怪しいぞ。ここにいるなんて怪しいぞ。ああ、マリオ。パーティーに来てくれたのね。ありがとう、ハート。早いな、マリオ。お客様のお相手をして少し疲れてしまって。だから、ここで休んでいたの。なら、誰も来ないわ。二人でゆっくりお話ししましょうよ。指がおーって。今日はいいお天気だし、バルコニーに出たら気持ちよさそうよ。行きましょう、マリオ。Here we go! おっと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 っと、おかしい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 よ。 PC 名、俺と二人になりたいからってまさかこんなもの用意してたのか。なわけあるかいって。いつの間にこんなの用意したんだよ。おおおおおおおって、すっごっ。うわははははって声が聞こえそう。どこまで飛んだん。大丈夫だったマリオ。あと泉もついて帰って。今の一体何だったのかしら。見てマリオ、まだお昼なのに窓から星空が見えているわ。大丈夫か、むせたけど。ピーチ姫、ええ、大丈夫よ。ああ、ピーチ姫よ、久しぶりなのだ。クッパ、まさか今の地震はあなたの仕業なの。一体何をしたのよ。ガーハハハハハハハ、我が輩のクッパ城でキノコ城を空高く持ち上げたのだ。どうだ、驚いただろう。この城はもはや我が輩のものである。おとなしくするがよい。うむ、お前をマリオ、やはり出よったな。相変わらず我が輩の邪魔ばかりするやつめ。おのれクッパ、今いいとこだったのに邪魔しよって。クソ、ボコボコにしてやる。今度こそは貴様などに邪魔はさせんぞ。うるせえ、帰れ。またそんなこと言ってるの。あなたがマリオに勝てないわ。勝てるわけないわ。諦めなさいよ。ピーチ姫に言われてる。ちょっと同情するわクッパ。確かに今まではマリオごときに手こずったが、今回は違うぞ。今度こそ我が輩が勝利するのだ。うん、
これ笑い声おかしいぞ。さあマリオよ、かかってこい。かわいいなクッパ。マリオ頑張って、任せ。ジャンプしかできないだと、どういうことだ。今選べて、なんでやねん、おなんでやねんと封印すんじゃないよクッパ。はい、やるやないかい。はい、あんだけ言っといて1しか食らわれんかい。どうした、やるなマリオ。それでこそ我が輩のライバルで、お互いに1だったけどな。だが今日の我が輩は今までのようにはやられっぱなしではないぞ。似合わね、ミオ、星の国から奪ってきたスターの杖だ。これはどんな願い事でも叶えられるすごいものだ。1億円くれ。このスターの杖で我が輩はパワーアップすればマリオなどひとひねりだ。おい、アイテムずるいぞ、俺にもよこせ。明らかに無敵感放ってきたな。うわはははは、行くぞマリオ。3回ピンチ、ゼロだろうな、だやるだろうな。ガハハ、それでおしまいか。そんな攻撃ちっとも効かんぞ。あ、疲れ切ってるマリオ。あと2、さあどうするマリオ。今の我が輩にとってマリオなど敵ではないわ。お遊びはここまでだ、そろそろ本気を出すとするか。マリオよ、これでも食らえ。あ、大の字でピーチ姫を守るんだ。絶対今のピーチ姫食らっただろう。あらら、マリオやられちゃった、情けない男ねって、うるさいわって。マリオマリオ、いつもマリオ、やったやったぞ。嬉しそうだなクッパ、ついに宿命のライバルマリオを倒してやった。お見事でございます、さすがクッパ様でしょ。いい肉、さすがクッパ様ですじゃ。このスターの杖さえあればどんな願いも思うがままだ。我が輩は今本当に無敵だ。さあ邪魔なマリオにはさっさと出て行ってもらおう。雷かい、すげえ飛ばされ方な、めっちゃくるくる回ってんな。マリオと渾身のピーチ姫の叫び。うわーすごいヒラヒラ舞ってる、すごいヒラヒラ舞ってる。マリオストーリープロローグ、星とマリオとクリボーと。よくあそこから落ちて無事だなマリオ。お、騎士人のお星様たち、かわいい、みんなかわいい、全員かわいいやん。全員かわいいやん、何回言うねんて。ああよかった、かなりダメージが多いけど大丈夫みたいだわ。さすがマリオくんも、スターの杖の力を手に入れたクッパにはかないませんでしたか。これは大問題ですな。シャンクスみたいになったな。落ち着くのだ寄せちゃったわ、シャンクスみたいな。マリオとわしらの力が合わせればまだ希望はある。マリオが立ち上がってくれるように今のわしらにできることをしようではないか。皆の者、マリオに力を与えようぞ。ぴょん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 、今のわしらにはこれが精一杯だ。マリオよ、どうか立ち上がってくれ。お、あれ
なんだあのじいさん。確かこの辺に何か落ちてきたのよね。あれ誰か倒れてる。うわ、すっげえ凝視するやん。すげえ凝視するじゃん。あ、うわ、このおじさん、腐って。赤い服、この帽子、それにこのひげ、あの有名なマリオにそっくり。まさかこの人、本物のマリオ？ねえねえ、しっかりして。どうしよう、全然起きないの。かわいいな。どうしよう、どうしよう、どうしよう。パパ、おじちゃん、お兄ちゃん。お、急に場面転換したな。マリオ、聞こえておるか、マリオよ。わしは星の精のチョール、キンチョール。お主に大事な話を伝えればならぬ。ピチ姫を救い出すためにも大切なことだ。だがあいにく、ここではあまり長い時間お主に話しかけることはできん。なんで？ゆえにマリオよ。星の降る丘に来てほしいのだ。マリオ今寝てるから多分聞こえてないよ。無理だと思うよ。大丈夫、俺が聞いてるから。頼むマリオよ。わしらにそこで待っておる。マリオ起きろ。ブクって起きたな。なんだ今、なんか変なじいさんいたよな。あ、マリオさん、よかった、気がついたんですね。何日もずっと眠たまかだったから、みんな心配してたんですよ。ここですか？ここは栗村です。ピノコタウンの西にある小さな小さな村ですよ。私の他にも栗坊さんの家族が暮らしているだけなんです。よいこ！栗坊といっても、この村に住んでいる栗坊さんたちは、とってもいい人たちなんて人ではないけどな。近くの森で倒れていたマリオさん、ここまで運んでくれたのもクリボーさんたちなんです。おお、それはありがとう。え、ヒゲの生えた星、その星に星の降る丘へ来るように言われたんですって。 いえ、そんな星は見ていませんよ。大丈夫だよ、俺とマリオしか見えてないから。あと視聴者にも見えてるわ。それにこの家に出入りする人も見なかったですよ。そしたらマリオさん、夢でも見たんじゃないですか？じゃじゃん。でも、もしも夢でなかったとしたら、それは星の国に住むと言われてる星のせいかもしれませんね。だって、星の降る丘って、星の国に一番近い場所って言われてますから。とにかくマリオさんが元気いっぱいになってよかったです。よければクリボーさんたち家族にも挨拶をしてくださいね。やべ、声死ぬかも。やべ、これ声死ぬかも。あ、出るよ。いえ、ちっちゃ。さあ、続けよう。お母さんかな。まあまあ、マリオさん、はじめまして。よかったわ、ずっと眠ったままだから、とっても心配しましたよ。ありがとう、運んでくれて。やあマリオ、おいらクリオってんだ。マリオの大ファンなんで。おお、クリボーにも大ファンとか。すごい人気なんだなマリオ、この世界のマリオ。憧れの、マリオに会えるなんておいら気分最高だよ。ごめんな、いつも仲間を踏みつぶして。マリオ元気になったのね、よかった。あ、クリコっていうんだ。とっても心配したの、だってマリオ、森で倒れててずっと眠ったままだったんだもん。ありがとう、来てくれて。うわ、すっごいヨボヨボのクリボーのじいさんいる。おう、あんたが、マリオさんかいな。わしはクリバーじゃよ。じいさんじゃなかった、ばあさんだった、ごめん。ばあさんのクリボーじゃからクリバーなんじゃよ。おほほほほほ。孫たちとはもう会いなさったかね。かわいい孫たちやろ。かわいかったよ。特にクリコはわしの若い頃そっくりじゃよ。ほうほう、ほんとか、持ってないか。お、裏行けんじゃん。もういる。おっと、驚きましたな。おや、あんたマリオさんじゃないかね。やっと目が、目が
サメなすったじゃな。よかったよかった。わしはクリジーですよ。じいさんのクリボーちゃんからクリジーなんですよ。すまんが、詳しい話は後にしてくだされ。なんで？モノホースの修理をしていて、手が離せませんのじゃ。ああ、それは失礼いたしました。さあ、出ようかね。あ、パパいるじゃん、パパ。パパ話しかけてなかったわ。いやいや、マリオさん。体の方はもう大丈夫ですかな？大丈夫ですよ。ありがとう。もう大丈夫。どうか、私の自慢の家でゆっくりくつろいでてください。死んであちこち壊れてしまって、修理している途中ですが、なかなかいい家なんだけど、結構大きい家ですな。6人家族か。このもんもようやく修理が終わったところなんですよ。なんと、すぐ出発されるんですか。星の降る丘へ行かれると、そいつは確かキノコタウンの近くにある丘のことでした。この街をずっと行ったところに、キノコ城のあるキノコタウンですよ。星の降る丘はその少し先ですよ。お会いしたと思ったらもうお別れだなんて残念です。またいつか訪ねてきてください。もちろんです。頑張ってね、マリオ。おお、すぐまた現れたな。よしよしよしよ、もしやと思って来てみれば。クッパ様にあれだけコンテンパにやれながら、またピンピンしてるとは。やはりマリオは油断できないやつだ。見に来てよかったわい。なになになに、ねえねえねえ、あれ何パパ、変なのが浮いてるよ。変なとは失礼な。わしにはカメックババという素晴らしい名前があるんじゃ。えい、こんなやつには関わっておれんわい。マリオ、ピーチ姫を助けに来よったって、無駄無駄、無駄じゃ。無駄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 。ちょっとパクんな。今のクッパ様は、これ前とは一味違うぞ。昔のようにはいかんのじゃ。お前にはこれをプレゼントじゃん。おいおいおい、せっかく直したらもしかしたらもう破壊する気じゃないだろうな。おい、フラグじゃねえかよ。よし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 。マリオよ、お前はここで、クッパ様の大活躍を指を加えて見るがよい。たまに見るじゃん、おしりペンペンって。あ、ムカつくあいつ。よし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 。引きずり落としてやる。せっかく修理したもんが。そんなことより、先ほどカメックババというやつ、何やらピーチー姫がどうのか言っておりました。もしかして、ピーチー姫に何かあったんですか？そう、連れ去られたんですよ、クッパ姫に。クッパ姫。やばいやばいやばい、怒られる。なんと、ピーチー姫がまたクッパにさらわれてしまったんですと。そう、あいつ何回目だよって。なるほど。ピーチ姫を助けるために星のプロから行かなくてはならないんですな。これはますます困りましたな。パパ、なんとかしなくちゃ。マリオがピーチ姫を助けられなくなっちゃうの。むむ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 、かわいいな。おお、そうだ。ルイジーが持っていたでかいハンマーならこのブロックを壊せるかもしれませんぞ。確か今も物干しの修理に使っているはずです。我ながらグッドアイデアですな。セーブしよう。こっちはいけんの？お、いけんじゃん。ああ、そういうことね。ここに倒れてたのね。あ、ハートかわいい。てか倒れたとこ村から近っ。フリジーさん、ハンマーちょうだいって。触れないと、おしゅ、どういうことですかこれ。おぉ、ひらひら落ちるのね、かわいい。フリジーさん、大丈夫？あ、いる。いやあ、誰かと思ったらマリオさんでしたか。何やらズシーンと音がした途端、物干しがズドーンと崩れて落っこちてしまったんじゃ。ちょっと何言ってるか分かんないです。マリオさんも落っこちてきたんですな。物干しがなくなっていたからびっくりしましたじゃろ。
家に帰ろうと思った途端じゃが、ほれ、そのブロックが帰り道を塞いでおりましての。これこれ、このブロックが邪魔なんです。まったく困りましたわい。ん？ハンマーじゃと。どこに行ったかの？この星の、修理に使っておったから、その辺に落ちるはずだが。この辺には見当たりませんな。向こうの空き地でも落ちてしまったんじゃろうか。マリオさん、探しに行きましょう。お、ついてきてくれる。かわいい。お、一緒に乗っかってくれるのね。かわいい。長いかわいい言うねんで。おそらくハンマーは、この辺に落ちてると思います。お、こんなやつですよ。気になる草むらなどあれば、近くに寄ってみなされ。ああ、教えてくれんのね。ああ、コイン。あ、これなんかあれだね、チョコのさ、なんだっけ、あれだよ、キノコのやつ。あ、ここにもセーブあんじゃん。あ、コイン大事、コイン大事。うお、粉砕してるわ。あれないの？お、あるやん。ハンマー見つけた。おお、それじゃそれ。マリオさんならそのハンマーでさっきのあのブロックを壊すことができるじゃろうて。ハンマーは木などを叩いたりして揺らすことができるはずじゃ。で、こういうことね。何も入ってないよね、かわい。どう？お、コイン大事。セーブー。さあ、戻りましょう。さて、ハンマーも手に入れたことですし、そろそろ家に向かいましょうぞ。はっ！あ、何事？今度は。あー、苦しい！なんだお前らは。ここは俺の遊び場だぞ。無断で入ってくるなんて許せないぜ。お前らみたいな奴らはこのコアッパ様が痛い目に遭わせてやる。かわいいな。マリオさん、こいつはコアッパといってこの辺のガキ大将ですぞ。こんなかわいいやつが。なーに、マリオさんには、朝飯前ですじゃ。一発ガツンと気合を入れてやっつけてくだされ。わしも気合を入れて後ろから見守ってますからな。後ろから見守ってるんかいって動揺しして噛んじゃったわ。早速なら。おう、ナイスでした。その調子でガンガンいくとよろしいですよ。1かいで。はい、しょっぽい戦いしてんな。一度知ってクッパの時もそうだったけどよ。むむむ、まだまだこれからだぜ。1かいて。はい、よっと。マリオさん、もう少しでした。このままゴーゴーですよ。生きがいいクリジーだ。おお、こうなったら奥の手だぜ。パワー全開。やめろやめろ。2回。ミラクルパワー。あ、終わりかい。マリオさん、お見事ですよ。スターポイントゲットですぞ。スターポイントとは敵を倒すと経験値みたいなもんね。100ポイントだと100ポイント貯めればレベルアップすることができるはずじゃ。頑張って貯めてくだされ。ちくしょう、せっかくこれからだったのに覚えてろよ。あいつこれからも登場すんかな。本当に覚えてろよ。かわいいな、戻ってきたんかい。1コインかい。あ、こういうのもいらっしゃるところかな。青出てくる。オッケー。あ、ちょっと戻ってあれだな、木揺らしてみるか。お、あ、お人形をゲット。お、待って、お、マジか。お、それはクリコがなくしたと言ってたお人形。それをクリコに返してればきっと喜びますぞ。いや、早い。いろいろなものが落ちてるものでした。あちこち探したくなりますな。本当だな、戻って正解だったじゃん。
Here we go!大丈夫これ、あの動物の森みたいにさ、蜂の巣が落ちてきたりしないよね。はい。お、回復でしょう、絶対これ。ありがとう。あー、これはあれだな、多分あれだね。もうワンアップ。は、なんかあれだね、ワンアップしたハンマーを、なんかないと叩かないやつだな、多分、おそらく。相変わらず、ろれつが回ってないですと。あ、上も行けそうだけど、こっ。良いですか、マリオさん。この先にはクッパン手下のクリボスたちがおります。マリオさん見つけたら襲ってきますぞ。あー、オッケーっす。先制攻撃できるってことね、多分。見てやってくださる。その前にこっち。お、ファイヤーフラワーありがとう。これで、あ、なんかあるんじゃない？なんもないのこれ。なんかありそうだよと。俺なんかありそうよね。気のせいか。気のせいでした。アウト。言われたのに、分かってたのに。はい、やっと。かわいいな、クリボ。弱。当たり前だけど弱。あそこになんかスターのかけらみたいのがある。高先制攻撃できないよ。うっかり、あー、ジャンプはできないってことね。あー、ちょ、危ね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 。アホなことはするとこでした。いや、2は痛い。はい。まあ、あれかな、雑魚戦は初めてやる以外は全部カットでいいかな。え、なんかある？コインだけか。これはなんだ？何使うか、お楽しみに。お楽しみか。なんもないな。先制攻撃できないよ、下手くそすぎる。いいですか、マリオさん。こいつは飛んでおりますから、ハンマー攻撃は届きません。ジャンプのみってことね。オッケーです。ジャンプで攻撃するんですよ。オッケーですよ。覚えててくだされ。はい。あ、地面に降りるのね。ピンチ。はい。やばいぞ。ピンチですぞ。はい。連続攻撃できないのかな。結構序盤なのにあれだな。白熱した、白熱ではないけど。ピンチな戦いは多いな。ちょっと一回戻ってあれだな、回復しよう。これクリボじゃないよな。クリボっぽいけどクリボじゃないよな。びっくりしたわ。クリボーかと思った。やっぱ敵復活してんだな。危な。戻ってきたよ。多分おそらく戻ってきたよ。あー、やれやれ。マリオさんのおかげでなんとか家に帰れましたわい。帰ってきたよ。おっと、鍵がかかっておりましたかの。すぐに開けますじゃ。ジャンプで飛び越えそうな気もするけど。あ、じいちゃん、どこ行ってたんだよ。びっくりしたよ、じいちゃんが、物干しごといなくなってんだもん。おじいちゃん、クリコ、とっても心配してたの。おー、すまんすまん。心配かけたようじゃの。無事に、帰ってきたぞ。そうじゃ。マリオさん、いいもの差し上げましょう。ちょっとお待ちくだされ。なんだなんだ、いいものってなんだ。世界平和みたいな。あれ、マリオが持ってるのってクリコがなくしたお人形じゃん。クリコがずっと探してたんだよ。よかったらそれ。これ、いいやしたらどうなの？いいやしたらどうなの？そんな、そのうち気が向いたら貸してあげてよね。く
ソ野郎。マリオっていつも悪いやつをやっつけてんだから、やっぱり体を鍛えてさすんの。おいらいっぱい本読んだり、じいちゃんがパパからいろんな話を聞いて勉強してるんだ。大丈夫、こんなクソ野郎のところに。お兄ちゃん頭ってすっごく硬いのよ。ってどういうこと？あ、アホってこと？ゴツンってされたらお星様が見えるんだからって、石頭ってことね。お兄ちゃんの強さの自慢なんかするなよな。へへ、照れるじゃないかよ。お待たせしましたの、マリオさん。あ、なんだよじいちゃん、今話の途中だったのに。あ、そいつは悪かったの。実はこいつをマリオさんに差し上げようと思っての。おお、ガツンとバッチの、ガツンとバッチじゃねえ、ガツンとジャンプのバッチをもらった。これはバッチと呼ばれるものでした。このガツンとジャンプをつける、ああそういうことね、敵にダメージを与える技で使えるようになる。ここで大事なことはバッチをつけて初めて効果が発揮されるということです。ああ了解っす。あーでも多分大丈夫だと思う。あーでも、あ、まあ一応切るか。はい、え、はいよ。あ、オッケーオッケーオッケー。やっぱフラワーパイント大事だよね。マリオ RPG の時もそうだったけど、やっぱ大事だよね。帰ってくる途中、こんなブル、ああ、あった、覚えてる覚えてる覚えてる。ああ、そ、え、フラワー版もあるってことだね。少なくなってきたのは、え、このブロックを利用してくださり。そうそう、マリオさん、ばあさんから聞きましたが、なんでも、クッパにさらわれたピーチ姫を助けに行かれそうじゃの。うんうん、マリオならクッパなんて簡単にやっつけちゃうよね。先ほどのハンマーはマリオさんが持っていってください。ありがとう。わしももうちょっと若かったらマリオさんの冒険のお手伝いしたいところなんじゃが、この年になると腰が痛くての。いいな、冒険か、かっこいい。オイラもいつか冒険したいな。クリコも。お、そうじゃ、マリオ、あ、マリオじゃん。似てんだよ、クリオとマリオって。クリオや。お前、マリオさんについてって、ピーチ姫を助けるお手伝いするかよかろうて。良い機会じゃ、お前もそろそろ一人前にならんといかんからの。え、大丈夫？クリコの人形返さなかったクソ野郎だよ。いいの、おじいちゃん、本当にオイラ言っていいの？やめといた方がいいんじゃね。やったー、マリオ、オイラ頑張るからね。いいの、大丈夫。あー、物知り、かわいいな、この絵めちゃくちゃかわいいな。オッケー、お兄ちゃんよかったね。こんなクソ野郎についてて大丈夫かな、お兄ちゃんって。マリオさんや、クリオよろしく頼みますよ。さて、わしはうちで一休みさせてもらうとしようかの。見送ると思わず泣きべそかいてしまいそうじゃからの。ああ、行っちゃったよ。さあマリオ、レッツゴーだよ。ごめんよ、返すよ。あ、返す返す返す、返してほしいの。ごめん、返す返す返す。ありがとうマリオ、大好き。ごめんよ、意地悪して。お礼にこれあげる、キラキラ光って綺麗なの。ありがとう、星のかけらをもらった。あとこれもお礼。あ、大丈夫これ、あのピーチ姫に殺されない？どうしてねえし、マリオ。ママ、マリオと一緒に行ってくるね。お土産持って戻るからね。クリオが本当にマリオさんと冒険するなんて、いいこと、マリオさんにご迷惑をかけないようにいいこと言うのよ。ちぇ、わかってるよ。クリオや、風にはちゃんと気をつけるのよ。
好き嫌いしちゃいけませんよ、お母さん。いいお母さん。おじいちゃんたちからも教わったこと嬉しいかって、知ったかぶりして話すんじゃありませんよ。心配なんだよね、それからそれから。もう、ママはいつもうるさいんだから心配なんだよ。姉さん、クリオのことよろしく頼みますね。パパ、マリオと一緒に頑張るよ。活躍を楽しみにしててね。しっかり頑張りなさい。お前は強い子だから、きっとマリオさんの役に立てるぞ。今まで毎日体を鍛えてきた甲斐があったじゃないか。パパ、いつでも、お前を応援してるぞ。はい。これで先に進むことができますな。この先は様々な困難を待ち受けてると思いますが、あまり無理をしてはダメですぞ。いつもリラックス、リラックス。気持ちを余裕で持っていてください。おや、マリオさん、クリジーにもらったバッジをつけてみ、ああ、そうだよ、さっき。そう、つけていった方がいいですぞ。そうね、つけますわ。これ大丈夫、偽物じゃねえ。クリボンチー、おい、そんな予感したわ。ねえねえマリオ、あ、Z トリガーで、あ、なるほどね。つまりオイラが先に攻撃することもできるってちゃんと覚えててね。技、あ、せっかくならやろうよ。クリボンだよって、あ、自虐ネタしてないそれ。オイラもクリボーだったっけって、胸も叩いてもオッケーだって。結構振りかぶで最初のスーパーマリオブラザーの頃から登場してるんだ。あ、こんなの教えてくれんだ、すげえ嬉しいこと教えてくれんじゃないかい。おい、あー、ゲイ、ガンガン進んでこう。お、赤いブロックあるじゃん。え、何これ。あ、バッチか、もしかして。ピンチでラッキーのバッチ。マリオがピンチになると時々敵が、あー、マジでそんな、そんなめちゃめちゃ強いバッジもう序盤で手に入んの。装備しよう。絶対あれでしょ。オッケー、ゲットできると思った。オッケー、アウト、ありがたい。セーブないかな。いや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 、怪しいやつめ、待ちやがれ。うーわ、貴様マリオだな。クリキング様の命令でここから先は行かせないぞ。どうしてもここを通り越えれば俺たちクリレット&クリブル兄弟を倒してから行くんだな。ブルー、行くぞ。おお、任せけレッド兄貴。お、いきなり、あれなのね、中ボス戦なのね。早速、物仕入れ。クリレッドと、クリ兄弟の兄貴分らしいよ。7か。攻撃力とか防御力は他のクリボーと一緒なのね。クリキングの命令、マリオを当選歩してんだってさ。まあ、確かに、それ言っちゃいけないぞ。じゃあ先にこっち倒すか。マリオ、俺の華麗なる攻撃を受けてみろ。早当たりだろ。続きか。一緒じゃないかい。お尻、クリブルーだよ。クリレットの弟分みたいだ。弟ではないんだ、弟分なんだ。ほぼほぼ変わらないやねんかい。さっきの話からするとクリキングの手下みたいだね。でもなんだか顔色が悪いねって、もともとそういう色なんかな。怒るぞ多分それ言ったら。反応ないんかい。
アイテムでなんか、あ、せっかくなら使う、植えるんかいって。バルコゲだな。はい、ほい、楽勝。俺の弟を絶対に許さねえぞ。君もこれで終わりだ。で、レッドーって、くくそー、今日のとかはこれぐらいで勘弁してやるぜ。よいこー。あ、こっちなんかあるっしょ、絶対。あー、セーブ。じゃあ今回はね、これで終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくです。